ぽいよ。今日は曇り、夜は雨みたいずらぞ。おフィニッシュですね。12コンテナ目、リスペクトと MT が1コンテナずつ増えましたね、昨日より。苦織りでハチドロに塗りたくった泥まみれのやつですね。プルルプチ2号です。本日も頑張ってまいりましょう。佐賀の駅肥 GB もう結構もう残り2リッターぐらいですかね。半分誰にも気づかれないようにくれてやります。誤って手につくと強烈な匂いですね。ご注意願います。北側バルブ閉じます。一旦特殊コースをクラコで割ります。はい、新積み誘引はかき。今日のフォーメーション名はですね、今日曇りなんですけど気温が20度超えてきそうですので、誰にも気づかれないようにですね、サクッと、はい、水くれていきたいと思います。はい、誘引もやってきます。はい、まあだいもう今日はいいかなと思ったんですけど、やっぱり、はい、量増えてきてますんで、はい、やっていきたいと思います。それから11時から、はい、未来プランが来る予定になっております。はい、やってきます。ハウスの中へ水を捨て、水は閉じる。ハイパー55、発根力が半端ないらしいですね、生育が。はい、ということでですね、未来プラン来ていただいたんですけど、実はですね、一緒に土壌細菌のスペシャリストの方がに来ていただいて、ちょっとその話とかいろいろ聞かせていただいたんですけど、いや楽しかったですね。ハイピオさん、バキバキのホルモンキュウリですよ。おお、ホルモン障害キュウリズラか。オラも立派な男になれるズラか。出入り口付近にアシナガバチが巣を作り始めております。今そちらの方にカメラセッティングしましたので、こちらでですね、見事に巣をですね下に落としたいと思います。可愛らしく、はい、中にあれってどうなんでしょうね、女王蜂ってあれって大きくなってから中に入り込んで卵を見張り、まあ、やってきます。撃ちます。一発でいきたいと思います。カメラもう回っておりますので、はい、ちょっとアップするとブレちゃいますけど、ブレンビーじゃないんで、ほら、あの白いやつがそうです。カメラ向けてますね。
これでいけばいいか。分かんない分かんない。当たったのかな。いやいやいや、うわ、今狙ってたらですね、背後から足長が飛んできたんでびっくりしました。ちょっと軽トラの脇に逃げました。はい、こっから狙います。はい、何度かヒットさせるもここまでが限界。まあ夕方帰宅時にバラッて払って、今もあれですね、巣の上にいたやつがさっき私の背後にいつの間にか回ってたやつですね。どっか消えちゃいましたけど、はい、ちょっとまあ落として帰り際撤収したいと思います。地元のダブルさんも使ってみたいということで、今日ミライプランに持ってきてもらいました、1本。はい、ということでやってまいりましょう。新積誘引はかき、午前中はほぼ進んでおりませんので、なんか手袋が硬い。よいしょ。ということでフォーメーション面は、足長橋さんごめんなさいということで、はい、でも痛いのは嫌だということで、はい、やっていきたいと思います、はい、よいしょ。結構葉っぱの色がいいですね。ツヤツヤしてます、はい、相変わらずちょっと葉っぱの質的にはちょっとホルモン異常系ですけど、はい、もうこれ止めるところがないですね。ぐったぐたですね、はい。まずウォーターこの辺にしときますか。かわいい実ですね。なんだこれ、重い。こういう葉っぱですね。やはり今日も暖かいですね。多分明日の朝も14、5度、6時ぐらいあるので、再度気持ち開けて片手ですね、おそらく風しも半分ぐらい開けときます。はい、フィニッシュですね。一柵残しです。はい、まあちょっとまああまり元気がない感じはしますね。 MT身もそんなぶら下がってないですし、まあっていうのもちょっと水があっち側通路に溜まってたりするんですけど、はい、攻撃が制限されている可能性はありますね。ということで帝国過ぎてますんで、はい、撤収したいと思います。お疲れ様でした。ピュちゃん、僕はこれ餌大変だな、これこんな立派なのが立ったんだね。はい、ピュちゃん。はい、今日はまだ早いからしまわないけど、親父にしまってもらってない、ピュちゃん。大丈夫かい、暑さは大丈夫だったかい。今日は重要な会議がありますので、最近頻繁に行ってまいりますので、ピュさん、あとのお家のお守りはよろしくお願いしますよ。おー、頼みます。はい。はい。あ、落ちちゃったかい。はい。ちょっと、混ざるよ、ピオ。混ざるよ。はい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 。おー、食べた。じゃ、また。あ、もうないよ、ピオちゃん。ないよ。